Thank you.
牛、おるか。ああ。風邪だか。ガラクタばっかりじゃのお前らの手にはええものはかからんと見えるの。今日の都は焼け野原じゃ。天皇は吉野山へ逃げられたげな。大きな戦は済んでしもうたぞ。小競り合いばっかりじゃ。さっぱり商いにならんわい。うん、ええ泡じゃぞ。もう一つくれ。嫌ならやめろ。一つやろうか。わしと寝るか。くそ、お前らと寝るかい。我らどうした？腹減った。何か食わしてくれ。茶碗を持ってきてやれ。よう戻ったのう。村の人はどうした？待ってくれや。我は一人で戻ってきたのか。逃げ出してきたんじゃ。おらのせがれはどうしたんじゃ。
わしらがここから引っ張られていったときは足利尊氏の軍勢じゃった。戦は二件やった。三遍目のときに楠木正成の軍勢に生け捕りされてしまった。せがれも一緒にか。うん、一緒にじゃ。それから楠木正成の軍勢になった。わしらどっちでもいいんじゃ。何しろわしらはやるんじゃない、大将が戦やるんじゃからの。どっちがどうなってるのかわしらにはさっぱりわかりやせん。なんでも天皇様が二人おってじゃの。楠木正成の方は吉野の山の天皇で、足利尊氏の方は京の都の天皇での。まあ二人の天皇が揉めておられるってことじゃの。わしら初めは何とかして手柄立ててやろうと思っておったが、人を殺すのは並大抵のことじゃねえ。うっかりするとこっちがやられるからの。いっぺん槍で後ろから突き刺してやったことがあった。藪の陰でクソ垂れとる侍をの接し殺してやった。せがれはどうしたんじゃ。三日前じゃった。楠木正成の軍勢は港川っちゅうところでめちゃくちゃにやられた。足利尊氏に取り囲まれてしもうて皆殺しにされてしもうた。それはひどい戦であったぞよ。敵も味方もわからんぐらいに入り混じっての二日二晩殺し合いじゃ。わしらはの初めからできるだけ危ないところへ行かんようにしとったんじゃがの。大将が進め進め言うて追い立てるんじゃ。それでもあちこちと逃げ回っておったが、とうとう敵に田んぼの中へ追い詰められてしもうた。こりゃもうおしまいじゃ。運を天に任して泥田の中へ死んだふりをして倒れておった。それでうまいことごまかした。隙を見て泥田の中から這い出して山ん中へ逃げ込んだ。一晩中藪に隠れておったが、腹減ってどうにもなりやせん。食い物を探しに出て行ったんじゃ。百姓屋へ忍び込んで食い物を見つけようと思ったが、どこの家も空っぽで人が住んでおらん。食い物もありやせん。そのうちどこから集まってきたのか、こじき百姓がやってきやがって、手に手に棍棒を持って袋叩きにしやがった。吉はとうとう叩き殺されてしもうた。おじゃ命からがら逃げてきた。せがれはやられたか。それでどうした。こっからお前らを連れてった侍はどうした。あれはすぐにやられた。敵の矢が喉を突き刺した。狂い回って死んでしもうたぞよ。ここじゃ。あ、まあ見ろ。ええ、君じゃと思うて。いきなりせがれが連れて行かれて、わしら食うに困ったぞよ。そのうち戻ってくるじゃろう思うて頼みにしておったが、戻ってきたのはお前だけじゃ。それでもお前らよう生きとったの。何をして食うとるんじゃ。去年の夏は霜が降りての、あられが降る夏じゃというのに霜じゃあられじゃ、畑のものはみんな枯れた。都でも不思議なことがあったげな。馬から牛が生まれたげな。真っ黒いお天道様が出て昼が夜になったげな。恐ろしや。天持ちもひっくり返ったんじゃの。どこの百姓もみんな飢えてしもうとるぞよ。あっちもこっちも戦で仕事ができん。男は戦へ持ってかれるし、畑は荒れ放題。お前ら何をして食うとる。何でもええ。こじきをしとるんじゃ。都も焼け野原じゃ。野良犬もおらん。
生き物はみんな叩き殺して食うてしまうんじゃ。クチナはもうミミズもネズミも食うらしい。お前らええもん着とるの。かっぱらったのか。お前もおかしげな風亭しとるじゃないか。帰りに坊主を一人叩き殺しての坊主になってやった。坊主になってると誰も怪しまん。うろつき回るには何かと都合がええでの。我はこれからどうする。わしの小屋はあるかいの。あるじゃろうの。そうか。まあゆっくり寝るとしよう。もう眠うてかなわ。わしだけ戻ってきて悪かったの。どうしたんじゃ。悲しいんじゃ。天気じゃのう。戦なんかどこであるんかいうような気がするの。大きな魚を取ったの。食うもんがないでな。お前ら何をして食うとるぞよ。田も畑も作っとらんようじゃが何をしとる。盗人をやっとるんか。分かった。そうじゃな。戦のあるところじゃみんなそうやっとる。都も盗人ばっかりじゃ。お前らも盗人やっとるんじゃろう。ほらの人をどうして助けてくれなんだ。助ける暇なんかあるかい。わしらはたった二人に二十人ぐらいの百姓が打ちかかってきたんじゃ。てめえ一人逃げるのが死に物狂いよの。待っとったじゃろうに。気の毒じゃったの。これからどうする。奴が死んでしもうたらババアと一緒におってもしようがあるまい。バチ当たりを抜かすな。お前はまだ若いんじゃからの。どうじゃ、わしんとこへ遊びに来いや。え？
ええ天気じゃのう。八、我はそこで何をしとる。魚を取っとるんじゃ。食うもんを見つけにゃのう。お前ら食えや。やろういうもんはもろうた方がええ。こりゃうまいぞよ。八のやつ何を話した。何も話しゃせん。クソったいのがきめ一人で戻りやがって一気な面してやる。せがれはあいつに殺されたのかもしれん。敵も女じゃ心安く物を言うでねえぞ。知るもんじゃろ。取ったこれだけか。役所はみんな山の中に逃げ込んでしもっとる。これだけの泡を見つけるのにどんだけ苦労したことかや。命がけじゃぞ。酒をくれ。お前は運が良かったぞよ。
よう戻ってきたの。お前の商いもなかなかいいの。戦があるうちは食えるわい。いつまで続くことやらの。戦はまだまだやめやせんぞ。相手が倒れるまではやり続ける。国中が焼け野原になってもやるぞ、あいつら。あいつら商売じゃ、戦が。鳥ももらってくぞ。獲物持ってこいよ。風神の野郎、うまい商いをやってやる。刀や薙刀や鎧ならどこの陣地でもすぐ買うてくれる。うん、どこでも獲物が足りんのじゃ。下っ端の門には刀をくれん。要するに木や竹で槍をこしらえとるんじゃ。ありゃあ、いい商いじゃ。お前だ、腕をしてるそうじゃの。何人ぐらい締め殺したんじゃ。わしらはわしらじゃ。お前、わしらの邪魔をしてくれるな。わしを仲間にした方がええことはないか。戦で鍛えてきた。チーター役に立つぞ。わしらはわしらじゃ。お前の世話にはならん。わしが一人で戻ったんで恨んどるのか。お前はお前だ。一人でやったらええでねえか。わしを婿にしてくれたらどうじゃ。バカったれ。アホこくな。さあ、わしらはもう寝るぞよ。お前帰れ。手が来た。お前は寝ろとるぞ。あの目を見てみ、境のついた犬じゃ。お前の尻を嗅ぎ回っとる。あの野郎なんか寄せつけるでねえぞ。
そったいのガキめ、盛りがつきやがって。欲しいの。遊びに来いや。今晩待っとるぞ。八の楽器おめえを狙うとるだぞ。とっ捕まれてねえぞ。
りじゃ。どうじゃ。変だおめえか。やっぱり来たな。すすきの腹をかけてくるのが恐ろしいとよ。バカたれ、人を突き殺して稼いでるやつが何をこくんじゃ。
そったいのガキめ、いい気で寝てやがる。ハチ。で、お前か。満足して寝とるの。昼寝はいいぞ。こう暑いじゃたまらん。日中は寝るに限るぞよ、うん、わしと寝るか。お前のようなパパじゃの。アホ抜かせ。中身はババアじゃねえぞ。ひっくり返してみ、試してみたらどうじゃい。さーて、水でも浴びてくるか。ハチ、待て。なんじゃい、なんぞいいことか。このガキ、すっぽけやがって。毎晩うちの嫁っ子に何をしとるんじゃ。何のことじゃ。あったうっそ。この目でちゃんと見たんじゃぞ。うちの嫁をどうするつもりじゃ。あいつがわしのところへやってきたんじゃ。我が誘うからじゃ。誘うぐらいいいじゃろう。わしも丈夫な男じゃからの。ともろうよ。人の嫁じゃぞ。やつは死んだでねえか。このガキ、一人でのこのこ戻ってきやがって。お前は仲間の嫁を取んのか。嫁言うがの、奴が死んだんじゃからあれも男が欲しいじゃろ。それは当たり前のことじゃ。若い体をしとるんじゃ無理はないぞよ。お前がおらねえいいんじゃ。どっか行ってしまえ。どっか行ってしまったらすぐにとっ捕まって戦へ連れてかれるわい。わしはここにじっとしとるぞよ。そんならうちの嫁に手を出すな。物は相談じゃがな、わしの嫁にくれんかい。この野郎、不定ことぬかしらって。死んだせがれがなくい。若い男と女子が近所におってじゃの、仲良しちゃいかんというのが土台無理じゃぞ。ハチ、せがれが死んでしもうたらわしの頼りは嫁だけじゃ。わしは一人じゃ食っちゃいけん。一人じゃ人殺しもできあせ。あれを取られちゃわしは飢え死にするぞよ。心配するな、取りゃせん。仲良するだけじゃ。仲良しとるうちにわしを捨ててしまうぞよ。お前を捨てんようによう言うといてやるよ。あち、頼むぞよ。あれがおらんことにはわしは人殺しができんのじゃ。無理を言うの。せがれがおらんのに嫁だけ引き止めておこうというお前さんがどだい強欲じゃよ。戦が済んで田が作れるようになったらわしは一人で暮らしていける。それまでじゃ。戦はいつ終わることやら分かりやせん。おなごが欲しいんなら、結構わしでも役に立つんじゃから。わしにしたらどうじゃ。お前とじゃ寝る気にならんよ。ハチ、わりゃどうしても嫁を取る気じゃな。わからんおなごじゃな。取りゃせん、仲良くするだけじゃ。お前がその気でも、嫁の方で出てくようになるわい。それはわしが知ってことかい。このガキ、覚えてろ。どうする気じゃ。一緒に寝とるところ滝槍で電学出しに突き刺してやるわい。それじゃあ大事な嫁も死ぬぞ。どこへ行くんじゃ。寝苦しゅうてのちょっと外の風に当たろう思って。ほんまに今晩は寝苦しいの。
風がちょっともないの。そうじゃの。せがれが戻った夢を見たぞよ。本当にせがれが戻ってくるかもしれんぞよ。ハチが死んだのを確かに見たんじゃから戻っちゃ来んよ。あちゃ腹の黒いやつやから嘘を言うたのかもしれんの。嘘を言うわけがないよ。生きとりゃ戻ってくるんじゃからすぐバレてしまう。嘘を言うわけがない。お前はせがれが死んだのに悲しゅうはないのか。悲しゅうても戻ってこんもんは仕方がないよ。お前にゃわしがええ向こうを見つけてやるからの。まあ辛抱してくれや。戦が済んだら男は何ぼでも戻ってくるんじゃ。ええ向こうを取ってまた前のように田や畑を作ろうや。戦じゃ。この隙が荒え、またええ者が逃げ込んでくるぞよ。わしも手伝おう。山犬かいの。山犬にしちゃ元気がないの。盛りのついた野良犬じゃの。クソったいの野良犬め、皮を剥いで煮て食うぞ。
恐ろしいことじゃのう。わしゃ昔の都でえらいお坊さんの話を聞いたことがあるがの、この世でみだらなことをしたもんはあの世へ行って畜生道へ落ちるそうじゃ。あの世とは何のことじゃい。死んでやかりや灰になるばっかりじゃ。いやいや、そうじゃないちゅうことじゃ。地獄いうもんは本当にあるげな。地獄には消滅地獄、修羅地獄、下道地獄、恐ろしい針の山や血の池があるげな。いろんな罪のうちでもみだらなことをした罪が一番ひどいげな。顔は人でも足は四つ足になってじゃの。下道地獄へ落ちるそうじゃ。寝ても覚めても尻を焼け火鉢で責められるそうじゃ。嘘じゃ、地獄なんかあるもんか。いやいや、えらいお坊さんが言うてんじゃからほんまじゃろうの。男と女がすることはみだらじゃない、みんなしとるんじゃ。決められたもんがするんはええんじゃ。決められたもん同士はの、なんぼしてもの。はあ、恐ろしいことじゃの。なまんだぶつ、なまんだぶつ、なまんだぶつ、なまんだぶつ。さあ、寝るとしようか。
主は人間だ、鬼ではない。故あって面をかぶってはいるが、何の何がしという素性の確かな侍だ。見る通り戦の中から抜けてきた。部下を連れていたのじゃが、みんな散り散りになってしまった。都へ戻りたいのじゃが、このすすきの腹に迷い込んで途方に暮れておる。都へ行く道を教えてもらいたい。こっから北へまっすぐに行けば都へ行ける。このすすきの腹を抜けるまで案内を頼む。案内させて。用事が済んだら殺すんじゃろ。お前たちのようなものを殺して何の益になる。一人で行くがええ。ばば。嫌か。案内する。案内するぞよ。はい、とって。はい、とって。ババアめ、邪魔しやがって。くだらぬことをすると、地獄の畜生堂へ落ちるということじゃがの。何がみだらじゃ。何千年も男と女子はこうしてしつけをてきたんじゃ。お前となら地獄へ落ちてもいい。広いすすきの原じゃの。鬼が出るか邪が住んでおるかわからんの。お前さんのような怪物も迷い込んでくるしの。そうじゃ、わしも鬼じゃったの。お前さん、なんでお面をかぶっていなさる。鬼の面をかぶっておれば強く見えるじゃろう。お前さんは戦に負けて逃げるところじゃろう。負けたもんが強を見せかけても無駄なことじゃと思うがの。その通りじゃ。わしは戦に負けて大勢の部下を殺し、見放されてたった一人になったのじゃ。たった一人になったのじゃ。戦なんかする罰じゃ。ババア、わしがお面をつけておる本当のわけはじゃの。美しいわしの顔を傷つけたくないからじゃ。わしの顔は美しい。都で一番と言われたわしの顔じゃ。戦などでその顔を傷つけたくないから、わしはこのような面をつけて戦の中へ入っていったのじゃ。道案内の太刀にその美しい顔を一つ見せてくだされや。この美しい顔を見たらお前は腰を抜かすじゃろう。わしは生まれてこの方美しいというもの、真から美しいというものをまだ見たことがない。見せてくだされやの。そんなに見たいか。見せてくだされ。惚れ惚れする顔が見たいか。わしはまだたまげるような美しい人間の顔
見たことがないのでの。パパ、歩け。土民どもに見せる顔ではない。はい、歩け。さもないとお前を蹴る。お前さんは部下を量産死なせたんじゃろうの。むごいことじゃの。死んだもんは死に損じゃの。死んだもんはもう二度と生き返ってはこんからの。黙って歩け。お前らがせがれを殺したんじゃ。Ha ha ha!
どがいな美しい顔しとるんじゃ。ない美しい顔か。これが侍の大将の顔か。この穴の中で成仏するんじゃの。仲間もおるからの。したんじゃから、こういうことは当たり前の報いじゃの。重いじゃろう。いや、大したことはない。わしも一緒に行こうかの。なに、一人で行ってくるぞよ。そいでもこれからじゃ、戻るのは夜になるの。夜道に日は暮れんわい。遅うなるからの。飯を食うて、早う寝るといい。気をつけての。
ほれ、どうしたんじゃ。風邪をひくぞよ、そがいなところへ寝てしもうて。どうした、具合でも悪いのか。真っ青な顔して。何かあったのか。いや、何でもない。遅いな、何してやるんで。鬼なんか本当におるんじゃろうかの。そうじゃの、鬼は地獄におるんじゃろうな。この世にもおるよ。お前見たのか。見やせん。悪いことをせんのに鬼が取りつくはずがないよ。悪い心のもんには鬼が取りつくかもしれんがの。これ、飯にしようかい。私のところへ行ってこようかの。昼は暑うてかな。出歩くな夜に限るぞよ。牛の野郎ずるいやつじゃから、いっぺんに持っていきゃ安うねぎりよる。何べんにも分けて持っていった方が得じゃ。その方がええ商いになるんじゃ。それじゃちょっと行ってくるぞよ。気をつけての。
したんじゃ。夢を見たんか。どがいな夢じゃ。やれやれ、目が覚めてしもうたの。おい、待ちぼうけ食わしやがって、どうしてんじゃ。わりゃ気合になったんか。雨じゃからやめた方がええ。牛のやつにごまかされちゃいか。ゆうべ粟を二つくれにゃあならんのに、ちょうど手元にない言うて今晩にしてくれ言うたんじゃ。なに、夕出しやからすぐにもやんでしまうぞよ。涼しゅうなってちょうどええじゃろ。どれ、行ってくるか。
鬼なんかいるわけないよ。気の迷いじゃ。それでもいたんじゃ。この目で見たんじゃ。大方ケツネかタヌキが化けて出たんじゃい。イタチも人間を化かす言うからの。ああ、頭ん中のモヤモヤしたもんがこれでパーッと晴れたい。毎日お前と一緒に暮らせたらの。わしがそう言うとるじゃろう。わしの小屋に来たらええんじゃ。いた、背中に虫がおるぞよ。え、ババアなんか蹴飛ばしてしまえ。そうもいかんぞよ。罰が当たるかもしれんからの。何の罰じゃ。仏さんの罰じゃ。仏や神さんがこの世にいるかい。明日からわしが迎えに行ってやるわい。見ても文句言わんか。言わん。
昼も晩もはっと寝るぞ。寝てもええ。きっとじゃの。きっとじゃ。よし、それじゃあ取ってやろう。いいだ、いいだ。どうても我慢するんじゃぞ。痛いの。Yeah.